石油連盟は現在のガソリン税に変えて走行距離や車の重さなどに応じて課税する走行税を経済産業省に提案しました。道路を使う全ての車がね、走行距離に応じて税を払うと、税金としてはね、正しいんじゃないかな。石油連盟は来年度の税制改正に向けた経済産業省の公開ヒアリングで、車の走行距離や重さに応じて税金をかける走行税を検討するよう要望しました。ガソリン税に代わって道路の補修や整備の財源に充てます。将来電気自動車が普及した際にガソリン車だけに税負担がかかることを避けるためです。一方、暫定税率の廃止については石油業界として歓迎する意向を示しています。